皆さんこんにちは、おはチャンネル。本日はですね、ピザを作っていきたいと思います。しかもね、普通のピザじゃないですよ。ベースをね、鶏胸肉にしまして、パリッとね、カリッと仕上げていきたいと思います。これね、グルテンフリーでできますしね、ピザ生地をね、こねたり発酵させたりする手間もいりませんし、パリッパリのカリッカリで超美味しいですからね。早速今から作っていきましょう。じゃあこれね、今日胸肉なんですけどもね、これね 250g ちっちゃめ選んでください。で、この皮をねバリーッと取りまして、こっちの皮はね、今日付け合わせにポテトフライ作るんで、鶏皮のねカリカリ焼きでもしましょうか。じゃあこれね、胸肉を観音開きしていきます。まあね、大体の感じでいいですよ。そしたらね、クッキングシートを敷きまして、そしたらね、麺棒でね叩いてね伸ばしましょう。鶏胸肉なのでね、こうやって押してもね、全然伸びませんからね。こっちで叩く。これね、薄い方が美味しいのでね、頑張って叩きましょうね。この麺棒ね、すごく重くてね、普通に伸ばす時もね、めっちゃやりやすいですし、こっちの潰す時もね、破壊力が出ましてね、麺棒ってね、重い方がいいっていうのがね、大きな発見でした。じゃあね、こんな感じです。で、このクッキングシートはひっくり返しまして、よいしょ、このままをね、フライパンにポンと入れてね、焼いていきましょう。この時にね、元の鶏肉がね、あんまり大きいとね、この 26cm の鍋に入りませんからね。なんで大きいやつはね、半分こしましょう。今これね、256g の鶏肉でちょうどぴったりぐらい。じゃあね、今日これたらこなんですけどもね、明太子でもいいですよ。この皮はね、口に引っかかるのでね、入れるのはやめましょう。そこにね、マヨネーズが大さじ2、そして最後ね、お醤油が小さじ1です。ピザの具はね、お好みでいいんですけど、今日は玉ねぎとピーマンとトマトにしましょう。じゃあまずこれね、鶏にね、少し塩をしまして、そしてこのね、明太マヨソースをね、塗っていきましょう。今日これね、後でもう1枚焼きますんでね、この分量にしましたけど、胸肉1枚だけだったらね、この分量でいいです。チーズは最近ね、コストコでね、このマーブルシュレッドチーズっていうのを買ってね、これがね、お気に入りです。で、僕ね、ピザの時はね、ピーマンとね、トマトはね、このチーズのね、上に乗せる方がね、仕上がりがね、いい気がするんですよね。水分も飛びますしね、ある程度。はい、OK。 そしたらこのお鍋がオーブンに変身しますので、蓋をしましてね、中火で上のチーズがとろけたら完成です。でね、あっちの鍋でピザが焼けるのが大体10分ぐらいなので、ちっちゃいお鍋をね、中火で加熱しまして、急いで芋を切ろう。今日のはこれ新じゃがなのでね、もう皮ごといっちゃいます。大体これお芋さん1つをね、6等分で切れたらね、ペーパーでギュッとしといてあげてください。ここまでがね、1分ぐらいでできるといいね。それじゃあね、ちっちゃいお鍋に油を適当に入れまして、もう本当に1センチぐらいでいいです。油の温度はね、余熱したお鍋が作ってくれますからね。もう油入れたら休まずに、ノンストップでね、じゃがいも入れましょう。それでもね、すぐに温度が上がりましてね、もうバッチリでしょ。じゃあここで蓋をします。そうするとね、お料理がね、揚げてるだけじゃなくて、揚げながら蒸すになりますから、じゃがいもにね、火が通る時間が超早いんですよ。でお鍋から蒸気上がったら、まっすぐ揚げて横スライド。この蓋ね、まっすぐだと垂れません。縦にするとサラサラサラーっと水分落ちてきますからね。このネジ穴がない構造はね、すごくいいんですよ。じゃあこれね、油けちったのでね、反対側もでね、鶏皮入れときましょう。忘れてた。このね、揚げながら蓋をできるっていうメリットはもうほんと計り知れなくってね、また別のね、動画でね、詳しくご覧いただきたいんですけども、時間は早くできるし、油は跳ねないし、油ちょこっとでいいしね、もうほんとね、いいことしかありません。これは本当にね、もう世の中にね、広めたい価値観なのでね、おはチャンネルでもっと頑張っていきますね。まっすぐ上げて横スライド。そしたらもうこれバッチリでしょ。鶏皮もいい感じ。じゃあこのお芋は塩を振って、今日これカレー粉とね、あとパセリでね、これでね、いい感じに仕上げていきましょう。うん、美味しそう。さあ、そしてこれが鶏のピザでーす。おー、よいしょ。さあ、出来上がりました。これはね、すごく美味しそうですね。
そりゃね、チーズと明太マヨと鶏むね肉でしょ。美味しいに決まってますよね。うん。ああ、でもこれね、鶏むね肉はね、薄ければ薄いほどね、美味しいと思いますんで、なるべく頑張って熱をしてくださいね。で、ポテトはもうね、分かってる。うん。このね、蓋してあげるね、ポテトフライはね、もういつもね、感激するんですけども、とにかくね、芋が甘いんですよ。外側のね、調味料のお味で、ね、美味しいわけじゃ全然ないですから、本当にね、芋の良さを感じていただけるポテトフライになっておりますので、これ外じゃ絶対ありえないですから、ぜひね、お家で作ってみてください。というわけでね、今日も美味しいものができてよかったです。チーズがね、冷凍庫にありましたらね、ほとんどね、あんまりお金もかかりませんからね、すごく作りやすいんじゃないかなと思います。今日もね、動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。今回も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。普段こちらからはお顔が見えないので、動画の下の方にあります、こういういいねボタンや、ちょっとしたコメントいただけるとすごく励みになります。そしてこれからもこういった発信を続けていきますので、動画気に入ってくださったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル登録やコメントやいいねボタンっていうのは、Google アカウントを使ってログインすると使えるようになります。Google アカウントに関しては、こちらの右下の三角ボタンを押していただくと概要欄が出てきますので、そちらに短くまとめてありますので、ぜひご覧ください。またね、ここに出ている動画もおすすめですので、よかったら続きで見ていただけたらと思います。ちゃんと作って、ちゃんと食べて、心も体も元気にいきましょう！